ヘアオロシュ紹介で、秋田万作の花ですが、まあ、ラベルにスペックラベルにスペックがもう書いてありますね。でこれね見てもらいたいんですけど 26BY なんですよ。今年でものじゃないっていうところを、まあ、おすすめの今年のって言わなかったんだけど、まあ、10枚以上のスペックで4本くださいって言ったんですが、去年のものが来てしまいました。まあいいんです、別に去年のものでも、じゃあ1年寝かせた冷やおろしかっていう話なんで、ただこれ瓶内だから、瓶内貯蔵とやっぱりね、あの蔵のタンクの貯蔵では全然味は違ってくると思うんですよね。まあ、瓶は瓶でね、今流行ってはいるんだけど、私的にはちょっとやっぱ今年のものは今年のみたいっていうのがあるので、まあ、ただやっぱり人気今回最初の4本の中では第2位ということで、秋田でね、万作の花っていうねブランドがあればね、まあ美味しさもあるんだけど、それ以上にやっぱり出ますよね。これはしょうがない。